平成27年6月29日に秩父七福神巡りに行きました。秩父は古くは和道開珎があり、秩父湯祭りで有名な秩父神社があり、また秩父のシンボルである武甲山があり、セメントの採掘が行われています。秩父七福神は国道140号線と国道299号線に沿って点在しています。七福神巡りは最初は140号線で長瀞町に行き、福禄寺を祀る総持寺に行きました。福禄寺は山門を入ってすぐ左にあります。福禄寺は人々の幸福とそれぞれの人に授かる財物、すなわち宝禄と人々の寿命を司る神様です。総持寺には他行松があり、長瀞町の指定文化財になっています。次に 6.2km 140号線を戻り、皆野町にある福寿大黒天を祀る円福寺に行きました。皆野町にある円福寺は真言宗です。大黒天は本堂前に祀られています。大黒天はインドのヒンドゥー教の神で、食物財福を司る神様です。次に市内に戻り、299号線に入り、 7.9km 秩父市田村に行き、延命次郎神を祀る円福寺に行きました。立派な山門が迎えてくれます。山門の左右には木彫りの仁王像がありました。本堂の前には池があって、禅寺らしくとても綺麗です。本堂横には次郎神を祀る次郎堂があります。次郎神は酒を好み、頭の長い長寿の神様です。秩父市田村にある円福寺は臨済宗で、皆野町にある円福寺とは同名ですが、宗派が異なります。次に 3.9km 299号線を進み、小鹿野町の大悲毘沙門天を祀る風林寺に行きました。毘沙門天は本堂の中に祀られています。密教においては12天の一尊で、北方を守護する神様です。また日本独自の信仰として七福神の一尊で、特に勝負ごとに御利益ありとして崇められています。次に 9.5km 秩父市内に戻り、青山布袋尊を祀る金泉寺に行きました。金泉寺には珍しい枝垂れ桜がありました。布袋尊はお堂に安置されています。肥満体の布袋尊は広い度量や円満な人格、また風紀繁栄を司る神様です。次に 1.6km 市内に戻り、大弁財天を祀る宗円寺に行きました。弁財天は弁天堂に祀られています。大弁財天は七福神の中の高一点で、元はインドのヒンドゥー教の女神で、財の音が財に通じることから弁財天と書くようになりました。最後に 2km 横瀬町に行き、宇根
恵比寿を祀る東林寺に行きました。恵比寿は恵比寿堂に安置されています。恵比寿は漁業の神であったが、時代とともに区の神として商売繁盛や五穀豊穣をもたらす農業の神様となりました。唯一日本由来の神様です。この秩父七福神巡りは1周60キロメートル以上あるコースなので、車で巡り途中に昼食を入れて約5時間近くかかり、大変疲れました。